皆様お疲れ様でございます。試合なる視聴者様からなんと二方から同時にウイスキーが届きました。いや、こんな YouTube でプレゼントをいただけるのはもう本当にここまで超びっくりです。本当にそんなことがあるんだと思いながら、まあ何十万人の人だったらあるかもしれないですけど、まあでも本当に嬉しいです。ってことで皆さんと一緒に開封をしていこうと思います。まあ今日は本当に嬉しいので、実は見てください、初のネクタイをして清掃して開けさせていただきます。最近はネクタイしてないので自分で着たらあんまり似合ってないなっていうことが判明しました。はい、では開けさせていただきます。まあちょっとこっち、開ける順番はもう申し訳ございません。YouTube でいつもコメントをいただいてる、トモパチさん、それからモンドさん、本当にありがとうございます。では右利きなので右の方から開けさせていただきます。うわー、マジかー。よいしょ、よし、うちの料理番長もじっと見てます意外と楽しみにあまり住所が見えないように。うおー、いったー、まず陽一、これ1000人で記念で飲んでくださいということなので、もう1000人まで大事に置いておきます。あれ、なんかもう一本入っとるな。もう一本ありますよ。ちょっと箱を下げます。すげえ、梱包もすごいしっかりしてくださってますね。いやー、もうこんなことがあるんですね。やっててよかった本当に皆さんのおかげ、やっててもありがとうございます。お、なんだ、うわ、いやなんか本当汗出てきた、冷や汗出てきた。おお、はい、では次、よし、これもまた、もう梱包すごいな、さすがね。本当に送料もかかってのことなんで、本当に感謝しかないです。住所が見えないように、よし、皆さんの貴重なお酒をいただいて申し訳ないと思ってるんですけど、よいしょ、うわ、本舗すげえ、うわ、なんかめっちゃ入ってない？いや、マジかー、いや、マジかー、マジかー、俺のコレクションじゃないけど、マジかー。デュアルジャパニーズ、もう売ってない、めっちゃ欲しかったー。しかもリーガルスムースまで、これコンボです。うわー、これでスムース系フルコンボ。あら、まだ入ってる。え、なんだこれは、なんだ、あ、料理番長用、料理番長よ。え、何これ、
いや、もんどさん素晴らしい。料理番長よ。何これ、ビール、カストレロ福山ローズ、ビールか、クラフトビールか、ビールですね、クラフトビール。潜水ドラフト、ドラフト、うわ、めっちゃ喜びます。あ、お手紙まで、 あれさっきお手紙はい、言ったりした。あ、すいません、お手紙ありました。おやさん、千人記念おめでとうございます。すいません、まだなんですよね、まだ早い笑い。料理番長にもよろしくお願いします。ありがとうございます。止まって、ほんまにトンパチさん、ありがとうございます。また、おやさん、料理番長さん、いつも楽しく動画を拝見させていただいております。一番最初に動画を見た時、なんだこの親父は確かにと全く興味を持ちませんでしたが、今では毎日おやさんの動画を見るのが習慣になってしまい、生活の一部となっています。本当ですか。今日はおやさんから飲みたいと言ってくださったジャパニーズスムースとイーガルスムースを送らせていただきます。こちらはいつか価値が上がるだろうと保管していたものです。ぜひご賞味ください。ありがとうございます。いやー、もうあのめちゃくちゃ、この含めて、あの私のこのお手紙第一歩目なので、もう一生残していこうと思います。いやー、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。もう本当に皆さんの大事なお酒をこんなにいただいて、いや、きゃー、今日何飲もう、参ったな、参りましたね。コレクション？いや、もう飲んでこそ私はウイスキーです。だ、これは千人記念でいただいてます。で、イチローズモルトはどうしようかな。でも、実はもう本当。また何かの時に、記念の時に使わさせていただいて、もちろんでも今日の一番飲みたいのはイリーガルスムース、これが一番飲みたかった、飲みたい、今日飲んでみようかなと思います。本当にありがとうございます。これを私のコレクションボックス、もうちゃんと下もスラックス履いてますから、あのパンツでやってたら、この山崎さんとこのバランタインさんをこちらへ引っ越しをして、ここへジャパニーズスムースが入ります。よいしょ、言わずちょっと開けますね。開けた方がかっこいいか。うお、ジャパニーズスムース。よし、よし、よし、よし。で、リガルスムース。ちょー。で、コンボ。パパン。かっこよくなりましたね。すごくかっこよくなりました。いいですね、かっこよくなりましたね。はいじゃあこれが今日はイリーガルスムースを飲んでいこうと思います。すいません、おりをお願いします。どうでしょうか。いや、でも本当にありがとうございます。これは冷やしてます。いや、本当に嬉し
C。 いや結構今日動画長くなっちゃいました。テイスティングのやつもお願いできたら料理番長様よろしくお願いします。これは？マジカルカスクフィニッシュ。ん？違う？ちょっと老眼で見えない。おお。なんかすごい。いちごジャムみたいな。いただきます。おああなんか気持ちとあのあれでもう酔いそうですね。嬉しい。もう大事にコレクションしてたやつをもういきます。手が震えますね。いただいたウイスキーを飲むっていうのは。フルコンボ。そしてネクタイ。じゃあうちの料理番長と乾杯をさせてください。ちょっと動画かなり長くなっちゃったんですけど、最後までもう少しお付き合いください。いや感謝。本当はライブでも良かったかなと思うんですけど、まあ平日なので。はい、ではいただきます。乾杯。乾杯。おお、なんだこのスムーズさは。なんか間違えていたら申し訳ないですけど、なんかバナナっぽい味がします。なんだ。はい、今日の料理いきますか。もしもし、行きますか。まずは葉っぱ三中を適当な大きさに切ります。でドボン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 、豚肉です。豚肉をのっけーの、キムチを大量にのっけーの、韓国の味噌をのっけーの、私はここへ生ニンニクを1枚のっけます。ではいただきます。うん、うまっ。息ができ、うまそうできる。うん。はい、今日は幸せな一杯でした。本当に
モンドさん、モンドさん、トモヤさん、本当にトモパチさん、本当にありがとうございます。これからもどんどん面白いかどうか分かりませんが、美味しく飲み美味しく食べる動画を毎日上げていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。今日も幸せに、とってもうまー。